正岡式記念球場。正岡式記念球場は、東京都台東区上野恩子公園内にある野球場。東京都が管理する、レクリエーション施設で、プロ野球や大学野球などのリーグ戦や公式戦が行われる球場ではなく、草野球などが行える。使用する際は、予約が必要になる。正式名は、上野恩子公園、正岡式記念球場。グラウンドは、ナイアーツ ダイヤは天然芝を施してある。この球場の名前を冠している、正岡式は明治初期に日本に野球が紹介されて間もない頃の愛好者であり、1886年から1890年頃、この球場がある上野公園内で野球を楽しんでいたという。その証拠に、ホトトギスの随筆、筆任せの中に、明治23年3月21日午後、 上野公園博物館横の空き地で試合を行ったことが書かれており、その時式はは守を守っていたことが分かる内容が書かれている。その後、式は野球を題材とした俳句や短歌、小説、随筆を発表して野球の普及に貢献した。また、数々の野球用語を日本語訳したことも知られる。このような功績を称え、上野恩師公演会演式典130周年を、 記念し、2006年7月21日に、上野恩師公園野球場で区比の除幕式と、正岡お記念球場の愛称が披露された。区比には、春風やまりを投げた木草の原の句が刻まれている。ありがとうございます。